バールの野郎、どこに隠れていようと必ず見つけ出してやる。簡単に言うが何か当てはあんのかよ。ああ、あの屋敷を歩いていた時に鹿らしき入り口を見た。ひょっとすると大邪神の鎧もそこに。しかしお師匠様、そうなると当然罠もだろうな。怖いんだったら別に来なくてもいいんだぜ。な、まあ待て。すでにお尋ね者の我々じゃ。バラバラになったところであのアンゲルス教団に立ち向かって生き残る術はない。力を手に入れねえと俺たちに自由はねえんだ。そう、それこそがこの世の真理じゃからな。無駄死には嫌ですわ。でも危険な賭けをしなければ生き残ることもできない。僕たちの旅はそういう旅なんだ。
いかん、ルピルピの傷が思いのほか深い。ルピルピ、お前これくらい、なんともありませんわ。虎穴にいらずんば、孤児を得ずなのでしょう。それにしても、この屋敷の地下はどのくらいの深さがあるってんだ。これじゃ、キリがないよ。でも、これだけ守りが固いということは、バールのやつが近いってこった。